ほんの少し髪型を変えただけなのに、着慣れたワンピースが見違えて見えるのはなぜなんだろう。聞いたんだけど、日暮里は問屋街だから日曜は休みなんだって。どうする？他のとこで探すか。そうだな、この際生地選びはモデルが決まってからにするか。色は相性もあるし。よし、それじゃまた外で張り込んでみっか。え、キャロラインがいるじゃない。あいつが引き受けると思うか。せいだぜ、時間の無駄だよ。ファスナー、この色でいいのか。これジョージのやつどこ行きやがった。あん、まさかモデルのスカウト。おとなしく3日も待っていられるはずがないものね。キャロラインのこと諦めちゃうのかな。さて、それはどうかしら。返事は3日待つ。早坂ゆかりさん、俺たちのショーのモデルを引き受けてもらえませんか。3日間か。あ、君、あなたは。偶然だな。なんでここに？勉強会？気にしないで続けて。やっぱり気が散るよな。帰っちゃったのかな。帰るなら一言くらい声かけてくれてもいいのにな。一緒に食べません？いいの？はい。日曜はここで勉強してんだ。家にいるとついダラダラしちゃうから。俺は初めて来たけど、いいところだな。
珍しい用紙も揃ってる。ジョージは用紙読めるの？専門用語なら大体わかるし、写真や絵だけでも楽しいからね。楽しい。プロのデザイナーになるって資格とか試験とかないの？特にないと思うけど。なんかゆかりっぽい発想だね。じゃあどうしたらなれるの？そうだな、強いて言えば少しの才能あふれる情熱、それに負けない行動力。そういうんじゃなくて。そんな気持ちを忘れないで頑張っていけば、いつか道が開けるんじゃないかな。大変なんだね。そうか。でも羨ましいな、私にはそんな夢や目標ないもん。大学受験だって立派な目標だろう。でも私のって流れっていうか親の希望っていうか。もしかして教育ママか？ほんとそんな感じなんだよ。勉強しなさいって嫌になっちゃう。私の人生なんだから私の好きにさせてよって叫びたくなるんだ。でも私、じゃあお前は何がしたいんだって聞かれたらきっと何も答えられない。ごめんなさい。え、なんで？なんか私一方的に自分の愚痴話しててバカみたい。こんな話聞いてても楽しくないよね。ごめん、もうやめる。なんでやめるんだよ。自分の人生の話してるんだろ。バカみたいだなんて言うなよ。俺真面目に聞くからさ。え？ちゃんと話せよ。どうしたのかな、泣きそうだ。ありがとう。でも大丈夫。私は閉館まで勉強していくけど、ジョージは？俺はそろそろアトリエに戻るよ。あのモデルの件。ああ、現在前向きに検討中だって美和子ちゃんたちに伝えてください。ああ。誰も私の話なんて聞いてくれないと思ってた。多分笑われておしまいだって感じてた。でも今は違う。私も彼らのように生きたい、そう切実に思う。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ん？どうしたの？今朝ね、小泉ジョージという男の人から電話がありまして。え？お姉ちゃんが図書館にいることを教えてあげたんだけどさ。へ、会えたかい？えん、もち母上に案内所にしといたよ。偶然だな。勉強か？気にしないで続けて。あいつ、口止め料1000円でいいや。ん？バカ。じゃあ500円。200円。あいつ、どこまでが本当でどこからが嘘なのか。だいたいなんでうちの電話番号知ってんの？おはよう。あれ、髪型変えた？え、うん。かっこいいな、モデルみたいだ。おい、ひろゆき、女の子に髪型のこととか言うとセクハラになんだぜ。何それ、褒めてもダメなのか？訴えられた。え、いいの、全然いいのよ、たくまりくん。っていうか、あなたにならむしろセクハラされたい。で、早坂のどこが変わったのよ？あ、ゆかり、その頭どうしたの？ちょっとね。前髪切りすぎ、なんかズラみたい。はいはい、徳森くんが私のことモデルみたいに素敵だってさ。モデルか、明日には返事しなきゃいけないんだ。で、あるからして。ファッションショーのモデルなんて私にできるかな？試験によく出てくる問題なので、引き受けてみたい気がする。断ったら多分もうあの子たちと会うことはないだろうな。なんでやめるんだよ。自分の人生の話してんだろ。バカみたいだなんて言うなよ。俺真面目に聞くからさ、ちゃんと話せよ。放課後はここで服作ってるの。
もし気が変わったら気軽に遊びに来てね。どうしよう、まだはっきり決められない。でもモデルって学祭の時に舞台に立つくらいで、多分練習とかそんな勉強の負担になるほどじゃないかもしれないし。そうだ、今日はそこら辺のことを聞こう。っていうかなんていうか、待ってキャロライン。あら、いやこったらお客様の前で。ありがとう。なんなのこれ。ダメだ、やっぱり私にはついていけない。嵐に都、ここはラブホテルじゃないし、ビリヤード台もベッドじゃないの。うん、でもね、嵐はベッドじゃない方が面白いんだって。なるほど、それならわかるけど。そんなのわかりたくない。あら、紅茶の葉が切れてるわ。私、差し入れに買ってきます。まあ、ありがとう、助かるわ。美和子も行く。嵐はね、あんな格好してるけどすっごく優しいんだよ。へえ。一緒にいると心の底から安心できる。美和子にとって昔から家族みたいに大切な人なんだ。昔から？うん、家が近所で小さい頃からずっと一緒だったの。幼馴染なんだね。うん。幼馴染が恋人だなんて、なんか本物って感じする。憧れちゃうな。キャロラインだっているでしょ、彼氏。なんで？いないよ、私。だって彼氏いない歴18年だよ。ん？ヒロ君は？ヒロ君？実は私、キャロラインの手帳見ちゃったの。それって、もしかして。ごめんなさい。でも、手帳届けなきゃって思って、それで連絡先もメモったんだ。でも、みんなジョージが持ってっちゃった。え？じゃああいつ、手帳の中見て連絡してきたんじゃないんだ。あいつ？ジョージだよ。ジョージは紳士だから女の子の手帳を勝手に開いてみたりしないと思うけど。そっか。なんかジョージに見られたくないものでもあったの？いや、別に。だからね、美和子はてっきりキャロラインはヒロ君の恋人なのかなって想像しちゃったの。そのヒロ君って？あの写真の人、徳森ひろゆき君でしょ。本当だ、本当に徳森君だ。かわいい。美和子はね、中3までヒロ君と同じマンションだったんだよ。いつも3人で遊んでたんだ。中3まで？美和子が高1の時、パパとママが仕事で海外に行っちゃったの。それで私はお姉ちゃん夫婦のところに居候することになったんだ。海外ってご両親は何してる人？パパはカメラマン、いろんな国の空の写真ばっかり撮ってるの。空なんだ。ママはね、少女漫画家なんだけど、今はパパと世界を回りながらエッセイ漫画描いてます。すごいね。お姉さんはデザイナーだし。キャロラインのお父さんは何してる人？普通のサラリーマンだよ。単身赴任中だけどね。寂しいね。あのさ、嵐に徳森くんの写真のこと話した？ああ、よかった。お願い、内緒にしてほしいの。だって私が勝手に憧れてるだけだし、徳森くんに迷惑かけたくないし。うん、分かったよ。それにさ、嵐も今は学校の近くで一人暮らししてて、ヒロくんと離れちゃったし、美和子ももうずっと会ってないんだ。
美和子ちゃんの少し寂しそうな顔を見てたら、人と人とのつながりって何なのかなと思った。どんなに親しい人だって、学校や住む場所が離れてしまったら疎遠になってしまうのかな。そして私はこの街でこれからどれだけの人と出会うことができるんだろう。はあ、この紅茶おいしい。どれだけの人と分かり合えるのかな。これ買っちゃおっか。やろうかな、モデル。本当キャロライン、ああ嬉しい。うん、でも私具体的に何すればいいのかな。ああそっか、ちゃんと説明してないもんね、ごめんね。それじゃあアトリエに戻って詳しいこと説明します。私そろそろ塾の時間なんで、詳しい話は明日がいいな。そうだね、なんか話し込んじゃってごめん。それじゃあ明日ね。でもカバン置いてきちゃったから一緒にアトリエ戻るよ。あ、そっかごめん。美和子ちゃんなんか謝ってばっかりだよ。そうかな。そうだね、ごめんじゃなくてありがとうだよね。うん、ありがとうキャロライン。私たちはアトリエまでの道のりを無邪気な子供みたいに手をつないで歩いた。私がモデルを引き受けたことを知ったら、あいつはどんな顔をするのかな。そんなことを考えてたら知らぬ間に眠りに落ちていた。本当にできるのか。やると決まったらこっちのペースで動いてもらう。そっちの都合に合わせてる余裕はないんだ。それでもやれるのかい。自分でやるって決めたんです。責任持ってちゃんとやり抜く覚悟ぐらいあるわ。何よこいつ、喜んでくれると思ったのに。なんで笑うのさ、何がおかしいの。いや嬉しいんだ、ほんと最高だ。嬉しいんださ、主役がそんな格好してちゃ様にならないぜ。乾杯。パラキスへようこそ。我らのモデルに乾杯。これ全部用意してくれたんだ。みんなありがとう。しかしお前よく食うな。これからモデルやろうってやつは思えないぜ。大丈夫よ、どれも低カロリーだから。おいシンデレラ、お前6時で魔法が解けるんだろう。もう5時半だぞ。シンデレラだって寒。塾の前にそんなに飲んで大丈夫か。だってこれってさ、お酒じゃないんでしょ。それって子供用のだぜ。え、何がおかしいの。おい美和子、着替え手伝ってやるよ。はいペリー。おいおい、子供用のシャンパンでバターとかドテーとかいう展開ごめんだぜ。全然平気平気。うわっ、魔法が効くのは6時まで。必ず時間までに戻ってくるのですよ。パラダイスへようこそ。美和子のやつ心配してたから、俺の携帯で電話してくれないか。キャロライン大丈夫。うん、ご心配おかけしました。なんか賑やかだけど。アリス、お姉ちゃんの子供なんだ。お友達。かわいい名前。あーこんにちは。え、大丈夫だよ。っていうかすっごく楽しかった。ちょっとそれ私のカバン。あ、ごめん、また明日の放課後にアトリエに寄るね。うん、おやすみなさい。
乗りな。うちまで送るよ。ここでいいのか？うん、そこの角曲がったらすぐだから。今日はありがとう。モデル本気で頑張るよ。私何をすればいいのかな。また明日アトリエに来てくれるかい？うん。落ちないな。口元隠して風呂場に直行だな。唇に押し当てられたハンカチからはジョージのどぎついコロンの匂いが流れ込んできた。それはシャンパンより何十倍も強烈だった。